今日は何を作るの？衣装を変えると気分も変わって楽しいよね。衣装を変えると気分も変わって楽しいよね。新しいレシピがあったら持ってきてほしいな。大事な人にプレゼントするのもおすすめだよ。確認してね。ちょっと待っててね。完成したよ。確認してね。楽しみにしててね。完成したよ。してみた？全然違う雰囲気になるんだよ。しますか？それでは始めますね。今日はどんな組み合わせにしますか？
どうだ？いや、おめえならやれる。なんだ？負けるわけにはいかねえな。今日の予定？特にはないけど。じゃあ私と武器素材集めに行きましょうよ。待って、キリト君、前から行こうって言ってたクエストはどうするの？私も今近接アタッカーに付き合ってほしい討伐クエがあるのよね。皆さんずるいですよ。最近私全然キリト君とパーティー組めてないんです。あ、私もキリトさんと遊びたいです。ちょっと今からのクエにその用意で行くつもり？それだと無謀じゃないかしら。私が用意するの手伝ってあげるわ。セリスカさんは大丈夫です。私が準備は手伝うんで。なんなんだよおめえらはよ。クライン、どうしたんだよ、いきなり雄たけびあげやがって。びっくりしちゃいました。あっちでもこっちでも女の子たちがキャッキャウフフしてんのに、なんで俺の周りだけ寒々しい空気が流れてんだよ。お前は何を言ってるんだ。はぁ、そういうとこが余計に気に食わねえ。霧の字を構う女の子はそんなにいるのに、なんで俺にはいないのかっつうことだよ。え？それって私たちは関係ないよね。
おめえらだってさっきまでやってたろうが。クエストの準備は私がやります、いえいえ私がやりますってよ。そんな言い方じゃないわよ。あらあら。そう言われる方がつれえのがわかんねえのか。あの。なあ、クレハたち、別に気にしなくていいわよ。クラインって昔から定期的にこういう風になるのよ。なあ、しばらく放っておけば元通りになるんだ。まあ適当に流してやってくれ。なんでなんで、人を天気悪い時に出る偏頭痛みたいに言うんじゃねえよ。じゃあ出かけてくれ。キリトたちは出かけたのです。残ったのは私たちとエギル、クラインだけなのですが。あいつら勝手なことばっかり言いやがってよ。クラインはまだその話を続けるのですか？まあこいつはこいつで、確かにいつも3枚目っつうか落ち担当みたいで気の毒ではあるんだよな。お前も何かアドバイスしてやってくれないか。どういう意味だ？何何？うん、なるほど。おお、そりゃいけそうだ。そのアイデアいただきだぜ。おいしそうだね、そのスイーツ。今度食べに行こうよ。ええ、いいわよ。もちろんみんなも誘ってね。クラインさん、どうしたんですか？黙ったまま目をつむって。いつもだとこんな時、俺もスイーツ食いたいから連れてってくれよとか言うはずなのに。放っておいてくれ。俺は孤独に旅する一匹狼なのさ。ふーん、そうなんですね。じゃあ行きましょう。ええ。前にアドバイスをもらった逆転の発想ってやつか。それでクールな一匹狼を気取っていれば、逆に気にしてもらえるんじゃないかって考えたわけか。そうだよ。なのにあいつら完全に無視しやがってよ。
リュン。いや、いろいろ考えてくれたのはありがてんだ。本当だぜ。ただ、やっぱり俺はヒーローの器じゃねえのかな。お前は結局その立ち位置で光る男ってことだな。いいじゃないか。賑やかしができるのだって才能だぜ。大人数なら一人は必要なタイプだ。お？なんかそう言われると悪い気はしねえな。クラインのめげない性格と明るさには私も興味があるのです。ぜひコツを教えてほしいのです。いいぜ、任せろ。ワクワクです。